11号型魚雷艇は海上自衛隊が運用していた魚雷艇の艦級。第3.4次防衛力整備計画中の昭和44年度計画から昭和48年度計画にかけて5隻が建造され、1990年代まで運用されていた。警備隊、海上自衛隊では昭和28.29年度計画で魚雷艇8隻を整備した。 これらは兵が拓船艇として、高、オッツガ拓船艇とともに沿岸防備の一翼を担ったものの、特に指揮官の技術的未成熟と対戦線も考慮するという海上自衛隊独自のドクトリンゆえに、性格的に中途半端であったこともあり、戦力というよりは施策的意味合いの強いものであった。昭和29年度計画では、技術導入を狙って、 イギリスからダーク型高速小海底一隻を購入して魚雷艇9号として配備したほか、第一次防衛力整備計画中の昭和35年度計画では、量産型魚雷艇のプロトタイプとして魚雷艇10号が建造されていた。また昭和40年度計画では、新しい船型とディーゼル式を搭載した高速級難艇として高速6号が建造されたが、 これは、魚雷艇建造に関する技術資料を得る目的も持っていた。これらの実績を踏まえて、任務を耐水上用撃に絞った、新世代の海上自衛隊魚雷艇として、計画されたのが本型である。まず第3次防衛力整備計画中の昭和44年度計画から昭和46年度において、当初5隻が検討されたものの、結局は、各年1隻ずつ。 計3隻が計上された。続く第4次防衛力整備計画では、昭和28年度計画定を更新するための2隻に、加えて、純増分4隻の計6隻が計画されたが、この純増分のうち3隻は、主兵装を巨来から艦隊艦ミサイルに切り替えたミサイル艇とされる予定であった。しかし百七十三年の第四次中東戦争に伴う、 石油輸出国機構各国の原油価格値上げに端を、した第一次オイルショックによる物価高騰の直撃を受け、防衛予算の枠内で予定席数を達成することは不可能となった。この情勢を受けて、ミサイル艇を含めた順増分の建造は断念され、老朽更新用の二隻のみが建造されることとなった。設計にあたっては、従来の魚雷艇をもとに、 高速6号の実績が加味されている。例えば船型としては、従来の魚雷艇が、旧海軍のハードチャインを改良した V 型の一種である、オメガプレーン型としていたのに対し、本型では、高天時の性能を重視して、高速6号で試みられたディープ V 型が採用された。環境は高速航行時の衝撃が、最も少ない船体のやや後ろ側に配置された。居住区は、 船体全部に、カイン居住区が、中部原側に、主管室があり、船体が小型なだけあっていずれも、寝室と食堂を兼ねる。建造にあたっては、構造の簡易化と、強度増加のため、日本で初めて警報金の押し出し方材を多用し、接合には突合性溶接が用いられた。ただし、歪みと工作上の問題を再検討した結果、十二号以降では、この構造を見直し、 溶接範囲の縮小とリベットによる接合部の拡大が行われている。推進方式としては、開示魚来艇としては、初となるコダグ方式が採用された。スクリュープロペラは三軸式であり、ディーゼルエンジン2機は左右の推進機に直結されており、ガスタービンエンジン2機は減速機を介して中央の推進機を駆動する方式であった。18ノットまでは、 両弦のディーゼルエンジンで航行し、中央軸は有転させておくが、19ノット以上の高速航行時は、中央軸のガスタービンエンジンも駆動することで40ノットの最高速度を発揮した。ディーゼルエンジンとしては、高速6号と同じ 24WZ-30MC 型が搭載された。これは、従来の魚雷艇で採用されてきた V 型20気筒の2 0 z c を元に、 将来の40ノット級魚雷邸への搭載を視野に入れた3000馬力級軽量高速ディーゼルエンジンでイブ2 0 z c と同じボアストロークのシリンダーを W 型に配置した24気筒機であった。出力3000馬力、回転数 1600rpm、重量7.1トンで馬力あたり重量は 2.4kg、PS とイブ2 0 z c の 6.6kg、 PS と比して大幅に改善していた。また12号以降では、さらに出力3300馬力に強化した 24WZ-31MC 型に更新された。一方、ガスタービンエンジンとしては1968年により、魚雷艇7号で運用試験が行われていた IM-300 が搭載された。これは、 P-2J や PS-1 にも採用された航空機用のゼネラルエレクトリック T64 ターボプロップエンジンをもとに石川島ハリマ重工業が開発した白用版であった。なお14号と15号は機関監視装置にデータロガーを採用したことで省力化され乗員が2名減少している。センサとしては従来の魚雷艇が対水上捜作用のレーダーと 対戦紹介用のソナーを搭載していたのに対して、本型では対水上捜索レーダーのみとされた。これは対戦船任務を省いたためであるが、特に28年度計画定では、ソナードームの増波抵抗のために高速力発揮が妨げられていたことから、これを撤去したことは性能の安定につながった。並走面では、むね如来艇10号のものが踏襲された。 主兵装の魚雷発射艦は、発射口前方に滑走座を有する姿勢54式53センチ、単装水上発射艦砲 -101B であるが、ここから運用する魚雷としては、従来の魚雷艇が、対戦攻撃も考慮して、誘導式の54式魚雷を搭載していたのに、対し、本型では、直進式の72式、I 型とされた。基準は、 15と同じく母ホー数 40mm 機関砲を、単層のマーク3砲画に配して、環境前後に1問ずつ搭載した。射撃式装置は一切装備しておらず、照準は砲側で行うが、開放式の砲画なので、砲手は波風にさらされながら操作する必要がある。従来、魚雷艇はいずれも、本州の配備とされていたが、本型のネームシップは、 北海道への配備を想定して建造された最初の魚雷艇となった。これを受けて従来横須賀地方隊に所属していた第一魚雷艇隊,隊は魚雷艇11号の竣工に合わせて1971年3月27日より大港地方隊に7月15日にはさらにその中で余一防備隊へと冷蔵えになった。当初は他にも陸上基地の構想があり、 魚雷艇による沿岸防備の増強が計画されていたが、蒸気の経緯により、本型の建造計画が縮小されたことから、これは実現しなかった。海上自衛隊初の量産魚雷艇となった本級だが、ミサイル技術の発達もあって、本級をもって海上自衛隊の魚雷艇の系譜は途絶えることになった。後継のないまま延命措置が取られたものの、 1990年より除籍が開始された。魚雷艇14号の除籍に合わせて1993年3月22日には第1魚雷艇隊も解体され、これと交代する形で、同日1号型ミサイル艇2隻が引き渡されて、第1ミサイル艇隊が誕生した。残った魚雷艇15号は、余一防備隊の直轄艇として1年間活動した。後、 1994年10月14日に除籍されて運用を終了した。源泉海峡を封鎖せよ。魚雷艇14号が登場。津島海峡で起きた謎の爆発を調査するため、は、津島型総海艇、なる島と共に現場海域へ出動する。ありがとうございます。